さ10食べてるじゃないですか、はいはいはい、5と薬の5とだから今で68食べてるから、うん、あと 10g、うん、手食べさせて、うん、10g の足りん分を入れてください。そんで78年で送信と体重が減っていくんだよね、この子。で、あとうんちしました。うんちしました。10cm 立派なやつをしました、はい、それからあとは、うん、あれ薬とかのやつはどこに。ここにも全部入って粉全部そこに入ってる。あ、本当だ、ごめんなさい。じゃあこれが明日の朝の分の薬セットね。それとこれが今日の夜分の最悪食べんかった時用のやつね。なんかルールの袋。昨日でもめっちゃ興奮してましたけど。興奮してました。嬉しがってた。じゃあだからさ、あの奥さんだと喜ぶんじゃない。なんかそんな風にご主人は言って、言ってますけど。ちょっと袋ちょうだい、プラスチックパック。いや、家で言っとる。じゃあこれは明日の朝の分ね。で、夜もし食べんかったら、まあやれれる範囲でいいです。でもそれよりもこっちでね、食べさせてもらった方がいいかなというとこですね。ちょっと袋持ってきます。はい、じゃあここに袋を入れます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあお願いします。すいません。明日は何時ですか。明日は10時から。だから10時ちょっと前ぐらいに帰ってきてもらった方がいいですね。はい。そんで帰ってくるんですね、明日。明日はいつ。明日は帰ってこないのか。帰ってこれないです。あ、明日は帰ってきてないのか。じゃあまあ11時までに来てもらえればいいです。はい、帰ってきてないだったら。はい、10時に帰ね、あの1時に帰ってくるんだったらちょっと早めに来てもらった方が。いろいろやることがあるんでね。わかりました。まあ、10時から11時の間にやってください。はい、わかりました。はい、すみません。お願いします。すみませんでした。いえいえ。はい、よーい。はい、よーい。どこに行くの君は。大丈夫か。はい、じゃあお願いします。